引っ越しも大変やな。しこれを暖房入れたら終わりか。これで綺麗になったな。この家ともおさらばやな。よっしょっと、片付いた。しんど。あれ、なんやこれ。交換日記、4年1組陣内智則。なんか小学校の時交換日記してたような気するな。ちょっと恥ずかしいけど読んだろうかな。こんなん残ってたんや。ちょっと読もう。こんなんやってたっけな。今日から佐藤さんと交換日記をすることになりました。お、何を書いたらいいかわからんから、僕のプロフィールを書きます。お、4年1組陣内智則、下から読んだら梨本伊南寺。なんで下から読んだよ。なんで下から読んだんやの今。よう読んでたな、下からなんか知らんけど。誕生日は2月22日生まれ、下から読んだらレマウチニニュジニツガニ。どんだけ下から読むの。誕生日は下から読まんでええやろ。だいぶ流行っててんなこれ、下から読むの。趣味は面白いことを考えることで、特技は面白いことを言うこと、長所は面白いところで、短所は面白すぎるところです。大丈夫かな、こんだけこんだけ振って大丈夫かな俺。言い過ぎやろそれは。血液型は A 型、星座は餃子。やってもうた。最悪や、全然おもんない。 NG ワード言ってもうた。かっこ、これは星座の座と餃子の座が奇跡的に同じなので、面白い。おもんないわ。サブ、こんなん書いてたんや俺。返事待ってます。こんなん覚えてないな。4年生の時か。誰や相手は。陣内くんの日記を見ました、私は面白いこととか苦手やけど、頑張ってプロフィールを書きます、佐藤ゆかり。佐藤ゆかり、あ、なんかおったような気すんな。ゆかりちゃんっていう子。今から約11年前生まれ、適当やな、えらいこの子。正座は30分もしたら足がしびれてきます。こっちの方が面白いやん。全然こっちの方が面白いやんか。ボロ負けやん俺、餃子しか言うてへんのに。頑張って書いたな、ゆかりちゃん。面白いなこの子。佐藤さんのプロフィール読みました、星座は30分もしたら足がしびれてきますっていう意味が一向に分かりません。なんで分からへんの。なんで分からへんねん。特技面白いことやろお前。星座の座と座る星座かかってあんねや、ゆかりちゃんの場合は。僕の場合の餃子は星座の座と餃子の座が奇跡的に同じなので、びっくりするほど面白い。最悪やもう。どんだけ押すねん餃子のボケを。負けてんねんお前は。佐藤さんのことをもっと知りたいので、好きなタイプとか教えてください。あれ積極的やな。覚えてないわ。でも私の好きな男の子のタイプは、ちょっと悪そうな人です。なんかこんな混ぜてたもんな。こういう悪そうな人好きやもんな、みんな。お前の日記読ませてもらって。むっちゃ悪なってるやん。むっちゃキャラ変わってるやん俺。明日は宿題せんと学校行きます。悪。どんだけ好きやねん佐藤さんのこと。キャラ変わったな。陣内くん、宿題忘れて先生に怒られてたね。あ、ほんまに宿題忘れて言ったんや。これでもかっていうぐらい泣いてたね。どんだけ泣いたんや。6時間目までずっと泣いてたね。泣きすぎやわ。ずっと低いピクピク言っとったんや俺。もう二度と宿題忘れませんって、泣きながら160回ぐらい先生に言いに行ってたね。いや行きすぎや。先生困るやろそんな。もうええか帰れ言うやろ陣内。もうええ、もう鬱陶しいってなるわ。どんだけ泣いたんやろ。あれは泣いてたんじゃなくて、ゴミに虫が入っただけですよ。どんな言い訳。目にゴミ、もしくは目に虫や。ゴミに虫やったら虫の不注意やかなそんなもん。明日は待ちに待った蟯虫検査。引っかかんなよ。蟯虫検査待ちに待ってたんや、すごいな。陣内くん、蟯虫いたね。おったんかい。最悪や、引っかかんなよ言っとったやん。かっこ悪、かっこ悪、蟯虫おったんや。よう交換日記してくれたなこの子。あれは蟯虫がいたんじゃなくて、お尻に虫が入ってただけです。それや、それが蟯虫言うねや。最近クラスの横山と、鼻の穴に10円玉がどんだけ入るかが流行ってます。あ、なんかしょうもない遊びやってな、こうやって10円玉入れてたな。僕は4枚入って40円です、ちなみに最高記録は横山の860円です。すごいな横山。そんなことより佐藤さん、今日プールの授業休んでたね、元気やったのになんで休んだんですか。なんで休んだん。聞いたらあかん。なんでプール休んだん。いろいろあんねや。何があったん。おい、何が始まったん。何言うとんの。何日目なん。ほら今日お席やん。どんな質問やそれ。最低やな、これデリカシーのかけらもないな。今日お席やんって聞いとるやんけ。あかんわ、あれ返事ない。あった。
なんで返事ないの？そらないわ。そらないわ。なんかごめん。なんかごめんやれへん。最近佐藤さん元気ないね、うん、僕でよかったら話してください。あ、なんか結構ええこと言うてるやんか。ん？実は最近お父さんとお母さんが喧嘩ばかりしています。このままだと離婚するかもしれません。陣内くん、私どうしたらいい？このことは絶対誰にも言わないでください。あー、思春期で離婚はつらいな。えらい悩んでんねんな、この子。かわいそうにゆかりちゃん。今日プラモを買いました。相談乗ったれよ。プラモを買いましてあらへんがテンション高いねん。お前、お父さんとお母さんと仲良く作りました。最悪や。一番言うたかのこと書いてるやんこれ。佐藤さんの悩みは絶対に誰にも言いません。当たり前や。横山も誰にも言わないって言ってました。言ってるやん。横山に言うてるやん。むちゃむちゃやな。あら、ないわ。あれ、全然書いてない。何これ。9月1日、楽しかった夏休みも終わりましたね。あ、夏休みやったんか。佐藤さんはどんな夏休みを過ごしましたか？あ、まだ続いてんねや。すごいな佐藤さん、優しいな。もうこんなんやめへ ん, ん、こんなガキみたいなことやってられへんし。っていうか、あしなもうための行動があかんねやんか。わっかって感じするし、やめるわ。そこんとこ4649よろしく。何があったんや佐藤さん。これどうやら夏休み悪い先輩と遊んだな。変わってもうたもんな。こんなんした、懐かしいな。でもな、交換日記か。あれ、何やこれ。20年後の僕へ。あ、なんか俺こんなん部屋で一人でテープに吹き込んだ思い出あるな。ちょっと聞いてみたろ。これもう、あ、いっぱい残ってんねんな。こんなんよ、何言ってんねん。よし、パチッと。ああ20年後の僕へ。5年1組陣内智則。あ、こんなん言うたな一人で。下から呼んだら梨本稲荷。どんだけ好きやねん。どんだけ言うねん。5年生だとも言うてるやんか。僕は今10歳で、うん、金消しとかを集めるのが好きです。あ、筋肉マン消しゴムを集めてたな。でも20年後このテープを聞いてる僕は、うん、立派な大人になって、そやな、めっちゃ金消しを集めてると思います。集めてへんわ。なんで給料で金消し買わなあかんねん。おかしいやろ。僕には夢があります、うん、20年後僕はプロ野球選手になってて。あ、なってないわ。阪神タイガースの4番バッターで。あ、なってない。打率2割2分の、うん、ホームラン4本打ってると思います。少ない。クビや、そんな選手は。少な。それかパイロットになってて。パイロットもなってないな。大阪と新大阪の間を飛び回ってると思います。邪魔や。上空邪魔でしゃあないわお前。電車で5分やあんなとこ。なんで飛行機で行くねん。20年後の日本は、うん、僕の予想ではもっと便利な時代になってると思う。あ、当たってるな。電話とかも今は黒い大きい電話やけど。あ、こんな電話あったな。だんだん小さくなって、おみんなが持ち運ぶようになって。あ、すごいやん。いつでもどこでも電話ができるような。お、当たってるやん。なんか名前も NTT。 お、すごい。いつもみたいな。ドコモ。惜しいな、ドコモやったんや。あ、でも当たってるな、すごいな。あと、今人気のチェッカーズも20年後には解散してて。あ、解散してるな、チェッカーズは。高木の時代が来てると思います。来てるか。うまかっちゃんしか出てへんわ。高木来てへん、それは当たってないわ。今、うん、学校でなぞなぞが流行ってます。あ、そうなんや。ここで20年後の僕に問題です。お、はい、楽しみやな。上は洪水、うん、下は大火事、うん、これ風呂だ。言うてるやんか。どうしたやねん俺。ほんなら言うてるやんお前。次は両手をグーにして、うん、爪を匂ってください。ブリッコ。うわ、おもんな。こんなん小学校の時やってたな。ブリッコって全然おもんないやんこれ。次は小さく前習いをして、うん、下を向いてください。あ、これあれや、あの募金お願いしますやつや。全然おもんないわ。ちゃうことやったろ。ハト。なんでわかんねん。すごいな俺。なんでわかんねえこんなこと。ここで20年後の僕に質問です、うん、今幸せですか。そやな、いろいろあったけどな、幸せやで。20年後の僕へ、うん、僕は今10歳で、うん、まだまだ子供やし、声変わりとかも懐かしいな。まだ全然してないけど。いました。いました。すごい決定的瞬間やこれ。20年後にはおっさんみたいな幸せいっぱいの大人になっていたいです。いや、なってるよ十分。たまには卒業アルバムでも見て、ああ昔を思い出してください。すごいな、声変わりの習慣聞いてもうたな。あ、アルバムか。見てないな最近。せ、昔思い出すかな。アルバムあった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 。アルバムあった。あ、何年ぶりやろアルバム開くの。あれ1組やったな、6年生の時。
ってみようか。あ、みんな元気にしてんのかな。あ、これが俺か。あ、かわいいな。ちょっと痩せてるな、まだな。横山おるやん。横山また鼻パンパンにしてるやん。横山どんだけ鼻に10円玉入れんねん。すごいなこいつ。あ、それでも自分のクラスしか見たことないな俺。あ、2組って誰おったっけな。2組見てみよう。休みすぎや。2組休みすぎ。他の日にしてあるよこんだけ休んだら。2人しか来てへんやん。3組誰おったっけ。3組は人多い。